タスを半分に切ります。50度から55度ぐらいの温度のお湯をボウルに用意します。レタスをお湯につけます。約2分から3分つけてください。冷水につけます。これが裏技前の状態のレタスです。こっちが冷水につけた方のレタスです。シャキシャキ感が違いますよね。